詳しましょう。はい、お酒に食べて、俺もちょっと様子を見ないと。何だ、らっきょうなんてないっすよ、そんなの。らっきょうなんてないっすよ。パセリ、いや、パセリも本当にそうだけど、パセリは買ってないです。そんなもう贅沢言わないでください。俺も食べ、福神漬けもないです。スプーンはあります。スプーンはあります。ちょっと待ってね、これの、サラダもないです。カレーに、いや、らっきょう俺食え、らっきょう好きじゃないんだよ、うん、まだ福神漬けの方が好きだね。マヨネーズかけるとうまい。ポンポンありがとうございます。マヨネーズかけたら味変わっちゃうじゃん。お腹すいた。納豆はあるけどかけない。やられた。食べようって、違う、今チンしてるから。俺ちょっと盛り付け適当にしちゃった。俺ちょっと盛り付けが汚くなっちゃいました。じゃあちょっといただきたいと思います。食べましょうか。何してる卵。いや、なんで俺のカレーを味変えようとすんの。卵とか納豆とか、なんで本来の俺の味を否定させようとするの。まだ食ってもないのに、うん、じゃあちょっといただきます。いただきます。ちょっとよく分かんなかったですって、アレクサが。醤油、なんでだから、なんで味を変更させようとするんだよ。醤油とか、あ、目玉焼きね。まあ、とりあえずちょっと今はノーマルで、ちょっと時間ないんで。どうすか。え、なんで笑ったの。辛い、なんか無限言うよ。え、まずい。おいしいよ。え、いや、素直に。大丈夫。なんかむせてるけど。え、うまい。俺うまいけどな。辛いのかな。どうした、むせてるよ、俺のカレーで。大丈夫。辛いのかな。でも、これレシピ通りだから合ってんだけどな。あのね、あの、スケロクさん、あの、辛いカレーは苦手なんだって。一応中辛にしたんですけど。じゃがいも半生だね。じゃがいもは残していいよ。歯ごたえがあるね。
いやだからじゃがいもは今の残していいから。じゃがいもは残していいから。半生？半生だよ。ちょっと硬いね。じゃがいもは残す。ルーは？おいしいよ。本当で？うん。チルすればって。いや、あとでじゃがいもはちょっと、もう一回煮込まん。いや、俺うまいんですけどね。まあ、これ辛いからね、ちょっと。いや、電波悪い。電波悪い。欲しい。え、ちょっと待って、もう何やってる、ちょっと卵入れたよ、卵入れたよ、俺は我慢してんのに、なんで卵入れたの、生卵入れたよカレーに、ちょっとみんな聞いて、見えてる、レーパーの方がよ、生卵入れたよ、なんで生卵入れた、いや入れた方がうまいかなと思って、そうそうそう、うん、あ、辛いの、うん、だってしょうがない、中辛しか売ってないんだ、か、ま、紙芝居になってる、おかしいなちょっと電波がダメか、電波ダメですか？